今日は建物合わせカードだよ。ここにどんなカードが入ってるのかな。アンパンマンとバイキンマンがなんか笑顔だね。あ、ドキンちゃん寝てるし、メロンパンナちゃんが飛んでる。こんな絵。そして中にはこんな感じのいろんなカードが入っていたよ。これを組み合わせていくのかな。裏はみんなアンパンマン。これを組み合わせて遊んでいくみたい。こっちの方は、おーすごい、いろんな絵が描かれているよ。全部の絵をつなぎ合わせるとこんな大きな絵になるんだね。これをちょっと作っていってみようかな。それじゃあまずはこの地下のところから行ってみようかな。地下の絵はどこにあるかな。ちょっと探していこう。あ、結構上の方の絵がこっちの方には多いのかな。あ、これかな。これは地下っぽいよね。色が違うんだよね。そしてこっちの方、こっちの方にいっぱいあんのかな。よいしょ。どうだろう。結構少ないのかな。何枚かあるはずなんだけど、あったあった。ここかな。ここに溜まっていたよ。よし。このあたりを組み合わせていってみよう。まずこれが真ん中。真ん中の一番深いところにいたよね。そして、隣が、これかな?コキンちゃん。そして、バイキン仙人はどこだったかな?このあたりっぽいね。バイキン仙人。そして、ホラーマン。モグリン。ホラーマンとモグリンが、端にいたよ。よいしょ。ホラーマンどこに行ったかな?ホラーマンいた。ホラーマンなんか働かされてるね。そして、ここに、あ、間になんかまだあるね。あ、階段がこうついてるんだね。ここにカビルンルン。そして、バイキンマンがその上にいたよ。カビルンルンがいて、そして、バイキンマン。バイキンマンがアンパンマンを監視してる。その隣が、これだったかな?博士がいるんだね。で、ドキンちゃん。そして、これは誰だろう?ほら、ほらこって書いてあるよ。こんなキャラクターもいるんだね。よし、地下はできたよ。それじゃあ今度は1階を作っていくよ。まずは、真ん中にアンパンマン号がいて、左にSLマン、ポッポちゃんもいるね。こんな感じの配列。で、まずはアンパンマン号。そして SLマン。ハンバーガーキットと焼きそばパンマン。どっちだったかな?ちょっと見てみよう。左がハンバーガーキットで、こっちが焼きそばパンマン。これを全部揃えていったよ。地下がこんな感じ。地下2階建て。そして上にはこんなたくさんの建物が完成したよ。上には気球。カレーパンマンたちも飛んでいるんだよ。アンパンマンの絵合わせ建物カード楽しかったかな?チャンネル登録して次の動画も楽しんでね。スマホのみんなは説明欄を見てね。